注目の1本目、先行小渕義則、後追い熊久保信重で 300R から見えてまいります。どういうことになるか。小渕がいい、繰り返して、しかし熊久保も食い込んだ。当たってるよ。ビタビタどころかバチバチ。 300R 旗、上本の旗、 300R で熊がアンダーっぽいだね。熊久保がアンダーっぽい、はい、若干のコンマ5ぐらいの減点でしょうかね。しかしここの食い込み、八田さん、このポイントはどうですか。これ戻ったらよかったですよね。はい、ギリギリですよね。得点として、お、五分です。お、というのは 300R の戻り気味、はいはい、これは、うん、マイナスポイントとしてはでかいです。はい、大さんは五分、これもやっぱり同じですか。五分、これは当ててるからね、はい、しかもね、うん、なるほどね、失礼してないけどね、はい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 、はい、当てないと止めない。なるほどね、当てるギリギリまでがいいと。前が失礼してないから、スタート、スタート、というところで1本目は五分という状況で、2本目、熊久保信重先行、あと1、小口義則で、さあ、小口がどうだ、くっついてくる、熊久保のところに飛び込んだ。パパパ戻ってないよ。カウンター、カウンター引いてたよ、あれ。ものすごいオーバーテイク取り。いいんだけどさ。そしてもう一回抜き返そうというところ。さあ、この判定がどう出るか。旗は上がっていません。横向いてるんだよ。カウンター当たってる、小口。ちゃんと当たってんだね。決定です。決勝進出。小口。